お見舞い書いてみましょうか、はい、こう書いてこっちもうちょっと長くするといいですね。あ、はい、長くちょっと継ぎ出してもらっていいですか、その線に、はい、ちょっと継ぎ出したらどうなるかを感じてほしいんです。なんかギュッと広がった感じがしないですかね。なんか太、はい、こう書いた時に懐ができるというかね、この辺にね、はい、はい、こういきます。で、ね、右上がりにするといいですね。できてます。で、ここ揃えるといいです。こことここ1分かりますかね、はい、はい、で、ここも揃えるんですね。そう、で角度も揃えます、右上がりね。あ、はい、そこの角度がちょっとずれたのが気になって、はい、こっちはね、グッと上がればいいです。これも揃えてください、はい、で、あとはもううまくかけてますよ。外から中に入れる、ね、で、まっすぐと長く描くね、はい、はい、で、見るはじゃあこう描いていいですよ。こんな感じですね。うまい。止まってふわっといって止まって晴れる。で、この字はですね、ちょっともう少し上から描いてほしかったかなという感じが、あ、はい、こういってこうで、いいですね。いろんな描き方がありますけどね、まあ、こう描いて1,2,3,4 でもいいし、ここなんかこれ長くと長い横線は反るって覚えてください、はい、ね、表情が出ますからね、字に、はい、で、この辺からこうなんか足長に描きたいんですね。見てください、はい、この他の字見てください、短い長いありますよね、はい、ですからスマートに見えるんですね、はい、はい、で、こっちも短いちょっと長いね、こっちこれぐらいね、はい、で、この線はもう一番長く描いてください、ね、なんか長い線は長い、短い線は短いっていう風に作りたいんですね、はい、ちょっと見ながら描いてみてください、はい、上から上からは長くしない、はい、はい、まっすぐ長く、うまい、いいですね、はい、ですか。長い横線と短い横線とか、あの長さに、線の長さに変化ついてますよね、はい、ですからなんか極端なんですよね、うまく見えるんです、はい、うん、今まではなんか全部が同じですもんね、これね、はい、そうなんです。もうどこが目立ちたいか、もう同じ形なんですね、はい、字はですね、ボコボコ、デコボコさせるとうまく見えるっていうことをちょっと分かってほしいですね。五仏前ってそのまま言ってみますか、もう一回オンっていう字を書きたいです。仏という字、うまかったです。うまいけど、もっとうまく見せる方法があります。まず、にちょっと右側の無がでかかったんで、こう無理に大きく書かないでください。字が ちっちゃいですから、この辺からこう書いて、ここになんかちょっと丸1個分開きたいんですね、はい、無理に大きく書かなくていいですので、はい、これくらいでちょっと1回ぶつ書いてみますか、はい、ちょっと字がべちょっとして見えるん で、はい、ですか。この無っていう字が来たら、例えば風っていう字とか、いろいろ最後にこの無がつく字ってあると思うんですね、虫っていう字とかね、はい、いろいろあると思うんですけど、こう書いたら払ってください、上に、はい、そうすると線がちょっと薄くなりますよね、はい、今のだと重たいんですね、はい、全部が真っ黒って感じがしますので、キュッといってちょっと離してもいいですから、当たっても離してもいいですから、もう真ん中近くから、もっと上からこう書く感じで、ここ揃える感じです。で、ここの空間が狭いですよね、はい、分かりますかね。そういうのがちょっとね、何気ないけどね、すごく使えるんです、はいはい、いいですよ、いいですよ。そう、そういう感じにするとちょっとね、なんか締まる感じがするんですね、わかりますかね、はい、こう書いて、例えばこっからこうスタートするのか、こっからスタートするのかによってちょっと変わってくるんですね、この辺の雰囲気がね、はい、ちょっと上からスタートするとなんか字が引き締まりませんが、うまいですよ、はい、この時のね、初めの時はちょっと空間が、ここが気になったんですね、はいはい、今は改善されてます。こうこうですね、で、はい、長い横線は反るですね。で、これを長くしとくと真ん中立つはキュッと真ん中に持ってくるんですね。ちょっと細めに上の方、こんな感じです。で、次の線が、僕はこの線が中心線に来るようにいつもしてます、はい、で、ちょっと上から、ね、上からですよ、はい、上から書くことによって長く書い、ちょっと長く書くとなんかこういう形になりますよね、はい、そうするとうまく見えるんですけど、それできてますけど、はい、もう一回ね、意識して書いてください、はい、そう、次の線が真ん中に来ると一番理想で、そう、あ、そうか、そうそう、うん、いいですよ、少女はいいですよ、うん、そうそうそう、うん、悪くないです、悪くないです、ね、なんかちょっとなんか偏った感じするんですね、月が目立っちゃうんですね、
これをもう少し左に持っていくと、はいはい、ね、前田さんとか前川さんとかよく名前使いますので、はい、月がありますよね、はい、月はですね、はい、払ってもいいし、そこは止まってもいいです、はい、ありますかね、ここの月、ね、僕は止まってるんですね、はい、払どっちでもいいんです、はい、払っても止まってもどちらでもいいです、ね、はい、例えば晴れる、ね、天気が晴れるとかありますよね、はい、そういう時なんかでもこう書いたりすると、青っていう字が来ると、僕はこう書いたらこう長く書きます、反ります、はい、ここ僕は止まるんですね、はい、でこう書くんですね。月の時はもちろんこうやって払うんですけど、はい、まあ、どっちがどうかっていうことはないんですけど、結構ね字が流れて見えるんですね、はい、止まるのも一つの方法かなと思ってます、はいはい、せっかくなんでね書いてみてください、はいはい、いいですよ、なんかちょっと青に色気がないよそう、はい、そうですね、もっと、うん、そうですね、もっと月ですね、こういきたいですね、はい、青は大きく書くんです、右側に来る字は特にね、はい、